い、どうもゆきんこあきらです。こちらの中野区にあります、新築のお家に、壁画を制作してきましたけども、今日は最後の、一面の壁画が完成しました。パチ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 はい、ということで、早速見ていただきたいと思います。こんな感じでできました。ずーっと富士山が描かれてますけど、結構長い壁なのでずーっと富士山を堂々と描かさせていただきました。まあ僕は富士山山頂まで登ったことないんですけど、5合目までは行ったことあるんですけどね。こんな感じでできました。とても長い長い壁画です。横に長い壁画です。富士山のなんかこう荘厳なこう日本のね、代表の山なので、堂々とした存在感を描きたいなと思って、こんな感じで描きました。まあ喜んでもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日はこちらの壁画を完成させたというそんな動画でした。来週は静岡県の浜松市で壁画を描かせていただきます。制作の模様は17ライブで、流していこうと思っているので、もし興味がある方は17ライブ見てみてください。概要欄の方に、僕の17ライブのプロフィールリンクを貼っておきますので、だいたいお昼午後1時ぐらいからかな、配信していきますのでよろしくお願いします。浜松の方の、壁画はちょっと可愛らしい壁画になる予定です。はい、ということでゆきんこあきらでした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。